と一回ガスも来てる。この季節がヘッと乗り出すので、その時に足をこうやって動かしちゃったら、ちょっと隙間横に行きすぎちゃったので、あまりこうひねらないで、できたら、この方向付けのところで、これを動かしていく。足元が。すごい。うまくなったなぁ。すごい。すごいいいじゃん。ねえ、速くなったよ。入れたって兄弟すごいな。こちらの形。すごい元気あってまいりました。かけるかもしれないですね。スノーパークで3位。すごい、おめでとう。こっからもっとこっから動かして返してくれ。お前もすねが動くようになったら、その滑りがガラッと止まるから、はい、さっきスタートで言ったの思い出してね。それをね、ちょっと何か買っちゃうというか、買って前に。ちょっと中盤から上はさ、最後の最後で腰が回っちゃってるんだよ。もったいない。体が大きくなる。もうちょっと腰に伸ばして。ジャルジャルはもっと先を見てくる。やっぱジャルジャルも最後の最後で今みたいにこうやって腰が回ってずれちゃってな。もうちょっと回り通ったらいいですか。そうですね、はい、ちょっと待ってるんですよ、はい、なっちゃったんですよ。またほら、一昨日の思い出すのトップを抑えてから入ってきて、月は先が必ず割れてるんだよ。今カービング世代になって割る選手一人もいないから、ワールドカップ走ってる上の選手は絶対に好きさって言うんだよ。トップを抑えてる。乗れてない、うん、後ろになって。ちょっと後ろに全然後ろで、もうちょっと絞れば、もうそこでもうこの角度ができてる。そうなんか、長野さん痩せました。そうなんです、体型全然違いますよ。かっこって先ばっかりいいんですよね。ちょっと待ってください。マジ、全然マジか滑りで滑りで滑りではないんですけど、上からパスで張って力かけちゃう。あの板、踏んだんじゃん、あの板。上の人、あいつ本当に、ま、前にさ、前の人行ったらすぐ出ちゃって大丈夫だ。開けちゃうとほら、すごい開いちゃうから。で、まだ好き、これ。これね、スピードが必要。第1回寄せてもいい。スピードがあれば早い。これも速くなるんじゃないですか。本当にどこでかけるか分かんないですよ。あるか。すごい速くなったんだけど、まだまださ、左外側の時に頭が後ろの方へ。あんまちゃんと動くの。動くの。だめだ、ちょっと落ちたじゃないの。1台自分の持ってきて、おーちょっと、手を
をさ、あんまりこうやってやらない。必ず前向けて、この頭をさ、行きたい方向に向けて。これはもう、ね、はい、下の音と意味も変わるんで、ちょっと遠くを見て。